徳川美術館。徳川美術館は、愛知県名古屋市東区、徳川町の徳川園内にある、公益財団法人、徳川霊明会が運営する私立美術館。1935年に開設された。収蔵品は、寸布五分物、徳川家康の遺品など、尾張徳川家伝来の大名道具や、他の大名家の売り立てでの購入品、名古屋の豪商らからの寄贈品など、 2016年現在で、国宝9件、重要文化財59件を収蔵する。国宝、源氏物語絵巻のほか、採用、物語絵巻、報告サイズ屏風、初音の強度などの所蔵品で知られる。1910、明治43年は、名古屋開封300年にあたり、祝賀行事の一環として、尾張徳川家は、同年4月9日から3日間、名古屋で、 初代、吉直をゆかりの品を中心とした重機の展覧会を開催し、また、同年3月から6月に、名古屋市門前町の愛知県商品陳列館で開催された新古美術展覧会に書画焼器物を出品した。それ以降、尾張徳川家の重宝は国家史でたびたび取り上げられるようになった。1912、明治45年4月には、 東京帝国大学、京都帝国大学の文科大学の教授、講師が名古屋、大曽根邸を訪問して、重宝を観覧、同行した国家社が重宝の写真を撮影し、同年5月18日に東京帝国大学文科大学の集会所でこの写真の展示会が行われ、反響を呼んだ。また1915年5月29日には、 東京帝国大学の三条御殿で源氏物語、絵巻三巻など、尾張徳川家所像の絵巻物六点の展覧が行われ、約700人が観覧に訪れた。こうして、重宝の展覧会がたびたび話題を呼んだことで、尾張徳川や第19代当主、吉地下は、重宝の保存や公開の必要性を感じるようになり、美術館の設立を構想したと見られている。 1910年代後半に、尾張徳川家は拠点を名古屋から東京に移して、名古屋の土地家屋を処分、拠点、事業の整理、縮小を進め、名古屋における同家の拠点は、大曽根の別邸に集約されることになった。同家ご相談人の片切り助作は、1910年から1915年にかけて、未完定品を中心に、同家の重宝の整理を進めた。 1920年1月12日に吉地下は、新聞を通じて、大曽根邸の敷地に、尾張徳川家の宝物を公開する、博物館を設立する構想を発表。予算は50から100万円で、収蔵点数は約1万点、当件が多いと見積もられていた。1921年には、片桐の整理の結果をもとに、重複品、不要品とされた、重宝、 全体の10から15%が競売に出され、売上総額約57万円は、博物館の設立準備金として、運用された。1929年に、鈴木新吉が、尾張徳川家の華麗となると、博物館構想は、急速に具体化し、1931年12月、財団法人尾張徳川霊明会が設立され、尾張徳川家伝来の重宝、 書籍類のほとんどが同財団に寄付された。1932年9月には大曽根で美術館建設が着工した。吉地下は1933年に八塚正氏の報国祭レーズ病部、金徳川家の徳川頼里の清正公兜など、他の家族が経済的に逼迫して競売に出した家宝を落札。1935年には、 この絵踏みまろから、自中軍用を交換で入手するなどして、開館準備を進めた。また、吉地下は、現氏物語絵巻の一般公開に際して、長年絵巻の開館を繰り返したことにより劣化が進んでいため、田中新富に絵巻を切断させた。1935年に、美術館の建物が竣工し、同年11月10日に一般公開を開始。 徳川美術館本館と南収蔵庫の建物は、吉本吉雄の設計により1935年に、竣工した定観様式、和風の屋根や外観を持った様式建築のデザインの建物で、造形の基範となっているものとしてそれ自体が1997年6月12日に、国の登録有形文化財、建造物に登録されている。収蔵品は、 寸布五分物、徳川家康の遺品など、尾張徳川家伝来の大名道具や、徳川将軍家や、一橋徳川や、八賀家,家など、他の大名家の売り立てでの購入品、名古屋の豪商であった岡屋家,家や大脇家や高松家をはじめとする特殊からからの寄贈品など、2016年現在で、国宝9件、重要文化財59件を収蔵し、総収蔵点数は、 一万三千件に上る。国宝、源氏物語絵巻のほか、採用、物語絵巻、報告サイズ屏風、初音の長度などの所蔵品で知られる。なお、本美術館所蔵の国宝、重要文化財の所有者は、公益財団法人、徳川黎明会、法人所在地は東京都都島区とされているため、統計上は、美術館所在地の愛知県ではなく、 法人所在地の東京都の文化財としてカウントされており、美術館の建物は名古屋市の文化財としてカウントされている。三大将軍、徳川家光の長女千代姫が数え年3歳で、尾張家二代藩主、徳川光友に嫁いだ、妻の婚礼帳土塁。源氏物語の、初音、古朝の末期にちなんだ薪絵を施した、棚、化粧道具、文房具。 工道具などの人揃いである。室町時代以来、代々皇室、将軍、大名などの長度を手掛けてきた、牧江氏、甲阿美家、足利義政の近住時白座江門道長が義政の命で、牧江州徳氏、牧江氏となった一族の十大長寿が、千代姫の誕生した、寛永十四年、1637年から三年をかけて制作したものであることが知られ、 東大最高の薪絵師があらゆる技法を駆使して制作した名品である。出展2000年までに指定の国宝、重要文化財、国宝9件、重要文化財51件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社2000、pp92 から93による。 2001年以降の指定物件については個別に客中オフした。徳川美術館では企画展示室、本館第7.89展示室、及び隣接する広さ文庫展示室において年間約10回程度様々なテーマに絞り特別展、企画展を実施している。特別展、企画展では国宝、現氏物語絵巻など 常設展示では見られない貴重な展示物を鑑賞できる。徳川美術館館長で、尾張徳川や第22代当主の徳川吉高氏が、モデル、同観光式サイトの映像に登場し、館の案内役としてデビュー。ミュージアムキャラクターアワード2015、2015年7月29日から9月11日、投票実施において、 徳さんは25,060票を獲得し1位に選ばれた。2016年4月26日にニューヨークのアカデミー・オブ・インタラクティブ・アンド・ビジュアル・アーツが発表した第22回コミュニケーター・アワーズにおいてシンプル・ショー・ジャパンが制作した徳さんが登場する川美術館の解説動画が2部門で金賞を受賞した。2015年度に女優で 元 SKE48 の松井玲奈が徳川美術館交差文庫の開館80周年ビジュアルキャラクターに起用された。徳川美術館交通アクセス。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。